弘前号、お前の立ってる場所はそこじゃねえだろ。俺はお前と背筋がゾクッとくるような仕上げてんだ。俺でやらねえか。この時期に試合をやるっていうのはこう何か決まってるものがあるんだなっていうのを感じます。プロレスリングノアというね、戦いを見せれる確信というか、そういうものがありますね。斉藤仁対篠崎陽というものはこんだけすげえんだっていうものを見せます。まあもともとねゼロワンとチームノアでこう対抗戦みたいになってましたけど、まあ、自分はあのベルトに挑戦する気はなかった、つもりはなかったんですけども、やっぱりあの斉藤さんが安国の大会もそうですし、あのベルトを取った試合を見てて、斉藤さんのあの顔つき、試合中のあの殺気というかオーラ、あれを見て、あ、同じチームなんですけど斉藤明として戦いたいっていう思いで、ただのシングルでもよかったでしょうけど、ただ斉藤さんとの戦いをこう吐くつけるためにね、あのベルトをかけて戦いたいと思いました。まあ、え、俺っていうのはなかったですね、うん、本当にあの6月が近いっていうのもあったでしょうし、はい、やっぱりもう斉藤明としてはこの時期に試合をやるっていうのはこう自分と斉藤明としての中で何か決まってるものがあるんだなっていうのは感じますね。この時期に斉藤明と対塩崎号というね、戦いの意味を、戦いの本質というものを見ているファンのみんなもそうですし、選手に対しても見せたいなと思ってます。そうですね、まああの斉藤選手から指名を受けてタイトルマッチをやるというふうになった時に、自分もこうこのシチュエーション、初めてのシチュエーションを自分が初めて挑戦するっていうシチュエーションがものすごい燃えましたね。体の底からこう湧き上がってくるような、燃え上がってくるような気持ちっていうのがあります。はい、チームノアを結成した時にやっぱりあの時の戦いをという気持ちで、その気持ちがある選手が集まってくれて、本当にこう斉藤さんとね、斉藤明俊、世界ヘビー級チャンピオン斉藤明俊とタイトルマッチをやる、自分が挑戦するっていうね、その子がノア、プロレスリングノアというね戦いを見せれる、この人とは見せれるっていうね確信というか、そういうものがありますね。その相手のこれで終わったっていうんだけじゃなくてね、そこから先のね戦いを見せれると思いますし、力尽きるまでやり合える戦いになると思います。俺は斉藤明俊の全て以上のものを出した上で自分が勝ちたいし、斉藤明俊という選手も俺と同じようなことを思ってると思うので、ね、その2人の思いというものがこう熱を帯びて、これまでにないぐらいの激しい戦いになるんじゃないかなと思ってます。もう本当にリミットがブレイクするような、そうですね。でもそれをやらないと自分と斉藤明俊の戦いには、それをやらないとこう意味がないと思うんで、ちょっと覚悟を持って戦いたいと思ってますね。ベルトの印象、まあ正直そこまでこうね親しみがあるというか、はい、そういうものはないんですけども、はい、やっぱりベルトというものがかかった戦いというのはね、うん、それだけその戦いに意味を持たないといけないし、重さをね、うん、持たないといけないと思ってるんで、今回タイトルマッチベルトをかけてやりますけど、はい、これがもしベルトがない状態だったら、またなんかその戦い重みがね見せれないというよりもこう薄いものだと思うんで、はい、でもその
世界ヘビー、まあそれがね、例えばどんなチャンピオンベルトだとしても、このタイトルマッチの意味とタイトルマッチの重さをね、はい、今までのその世界ヘビー級のベルトの戦いをね、はい、超えていく試合をしたいですね。もうそれもある意味のゼロワンとの戦いにもなると思うんで、はい、斉藤明俊対塩崎王というものはこんだけすげえんだっていうものを見せます。まあでもそこは特に自分はそういうふうには思ってないですね。20周年を迎えるからベルトが欲しいっていう気持ちはないんで、はい、ただそこに斉藤明俊が巻いている、うん、ということがね、自分の中では重要なんで、はい、まあまあでも、ね、20周年迎える前にベルトを取って、はい、ベルトを巻いて20周年を、なるほど、迎えたいという気持ちもあります。これがね、自分の20周年の試合の前にあるリミットブレイクなんでね、はい、そこを勝って斉藤明俊に勝って20周年迎えたいと思ってます。5月29日リミットブレイク新宿大会は、チケット好評発売中です。会場に来られない方はレッスルユニバースへ生中継。世界ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオン斉藤明俊とゾクゾクするような戦いを見せます。皆さん見てください。